さあ映像が完成しました。それでは効果音や音楽をつけていきましょう。今ワークスペースはエフェクトになってますので、これをオーディオに切り替えます。まず細かいところですが、プリセットを使ったグラフィックやシーケンスの素材はこのようにオーディオの素材が存在しています。これをまず消しましょう。右クリックからリンクを解除、選択してデリートします。このようにまずオーディオトラックをきれいにしてから作業を進めます。まずは音楽を入れていきましょう。ファイルから見込み、オーディオを入れていきます。音楽だけでなく SE やナレーションも全部止めてインポートします。それではまずものミュージック、これを並べます。プロジェクトパネルから直接オーディオの位置に入れます。そうするとこのようにミュージックが並びました。一回再生してみます。いいですね。では最後の部分の長さを調整します。ショートカットの C でクリップを2つに割り、再び V で選択ツールを選び、後ろを切ります。 CM のルールとして最初と最後に無音を作るというのがあります。ここでは15フレーム無音を作っておきます。なので映像の長さよりも15フレーム短い音のデータができました。さらにこのオーディオを右クリックしてクリップキーフレームを表示でボリューム、レベルを選んでおきます。そしてこのオーディオのトラックを拡大してキーフレームを追加します。これは今からボリュームのコントロールするということです。このあたりから音が小さくなっていって、最後は音がゼロになる。視覚的にも分かりやすいことだと思いますが、このようにボリュームをコントロールすることができます。最後だけ再生してみます。いいですね。さあ音が並びましたので、トラックを小さくして次に SE を入れていきます。 SE というのはサウンドエフェクツの略で、このような効果のところにプシューッと音が入ったり、クリックのところでカチッと音が鳴ったりするのを SE と言います。では最初はこの数字の部分ですね、ここに SE を入れたいと思います。プロジェクトパネルから CMSE というのを一回聞いてみましょう。これですね。これですね。ではこれの陰点を打って終わったところにアウト点を打ちます。一度このままドラッグ&ドロップで2つ目のトラックに入れてみます。ここからは微調整になります。再生しながらやってみましょう。もう少し早めがいいかもしれませんね。フレームごとの調整はクリップを選択してアルトキーと十字キーの右左で行うことができます。もう少し左側に移してタイミングを早めます。いいと思います。そして今度はこのクリックのカチッというやつですね。この SE の方のこの後半にあるのが多分そうだと思います。聞いてみましょう。ここですね。ではこの SE を入れていきたいと思います。同じくイン点を打ってアウト点を打ちます。これをまた別のトラックにドラッグ&ドロップします。再生します。少し音が速いようですね。アルトキーと十字キーの右で1フレームずつずらしていきます。再生します。
いいと思います。バッチリ動画の動きと音が合っていますね。では最後にナレーションを入れます。一回聞いてみましょう。アウトス、はい、社名を言ってますね。これもインテンを打ってアウトテンを打ちます。そして違うトラックに入れましょう。この辺りですかね。再生します。アウトス、ちょっと早いのでずらします。再生します。アウトス、いいと思います。このようにして音を編集して映像とマッチした演出をしてみてください。